皆さんオンチャリットです、今回ですね、今期2023年秋アニメの密かな期待作というところですね、新作のオリジナルアニメになります。まあ、厳密にはオリジナルと言わないかもしれないですけどもね、まあ、非常に期待値をで高めて、僕自身も、実は見ましたし、まあ、評判もね、1話から良かったっていう作品なんですけど、皆さん、なぁと思いますか？まあ、秋もね、もうすでにめちゃくちゃ盛り上がってまして、秋楽しすぎる、面白すぎるなんていうね、コメントを毎日のようにいただいてます。夏はもう全く違います。夏はね、もうどうしたんだ、前期は良かった。もう冬と同じだ。まあ、なんか、とんでもないコメントばっかりね、最初見た記憶がありますけどもね。やっぱ今期は開幕ね、フリーレンから始まったということが、やっぱすごい大きく影響してるのかな。思う中で、まあ、昨日ね、馬娘怪実と非常に評判になるので、この先もあってなんかね、水曜の深夜はとんでもなく強いんじゃないかみたいな、火曜日は若干かそってるんです今のところねっていう声もあった中でですね、まあ、ぶっちゃけどうだったのか含めてですね、紹介していきたいと思います。まあ、これダークホースにね、十二分になりうるというところで、まあ、すでにダークホースね、もう圧倒的ダークホース紹介した作品もありますが、今回紹介していく作品、それがこちらというのが16ビットセンセーションアルザレイヤーはい、というところね、美少女、ゲームね、タイムリープして、まあ主人公ね、まあ美少女ゲーム制作会社にいて、なんかいきなりタイムリープ、1992年とかタイムリープしてしまって、まあ、そこで美少女ゲームを作るのかみたいな、僕らの好きな展開なんじゃないのかっていうね、まあ話が始まったという中で、まあね、いつも通り、この正直る感想ですね。いつもでしたネタバレなしで、コメントありというところで話していきたいと思います。というところなんですけども、まずね、単純に、ネタバレなしの感想として結論から話しますと、正直ですね、いや、面白かったんですよね。非常にいい滑り出しというところで、これかなり可能性を僕はあるしね、感じる、一話だったかなというのをね、思いまして、うん、なんかまあ、制作陣のゲーム愛ですよね。なんかすごい多分ね、協力多分ものすごく多分許可取りしたんでしょうけど、もう実在のゲームとかものすごいマジで今の世界観の、今の2023年とかの世界観をそのままにアニメに映し出しながら、まあまあ、1992年に戻っていくっていう中で、昔のゲームとかもガンガン出しながらっていうと、なんかすごい、あ、制作陣本当にゲーム好きなんだなってめちゃくちゃ伝わってくるのが、まず僕はものすごい好感を持ちながら、見てましたね。これね、もともとなんか同人誌の原作みたいで、まあ、今回完全オリジナルストーリーというところで、タイムリープ要素とか、なんか原作がもともとないみたいなね、まあ、アニメ用にこう書き下ろした脚本ということだと思うんですけれども、やってくるっていうところで、まあ、エロゲーをね、多分こう作るんだと思うんですけれども、まあ、そのタイムリープ設定を付け加えてるっていう感じなんかな。まあ、今多分もうその美少女ゲームって難しいよね、みたいな、厳しいよねって、もうほんと、なんかね、なかなか安価な、なんかエロゲーみたいなの作ってるんですけど、今はね、その最初の主人公たちの会社がね。うん、っていう中で、まあ、タイムリープしてしまってっていう感じで、まあ、主人公はすごいね、頑張り屋さん。まあ、あの子も可愛かったですよね。小川さんね、声優、あれです、かぐや様ね。篠宮かぐや役とか小見さんの主人公とかもう超有名ね、人気声優さんですけどもね、がやっているというところで、まあ、そこもまたね非常に良かったですけれども、はい、コノハちゃん、秋里コノハちゃんというところね、まあ、非常にいいつかみとしても良かったし、なんかまあすごい、まあ僕はその制作時点でなんか愛を感じてね、正直なんかそこがすごいまず良かったなっていうのをね、思って見てました。なんかウィキペディアとか見るとなんか本当に何実際にこう働いてたんかな、うん、当時の開発現場、16ビットパソコン全盛期だった当時の開発現場の状況を記録するためみたいな。だから本当になんかその美少女ゲームの開発に携わってきたその作者さんたちがこう作ってるみたいな感じの作品、そこはアニメ化まで来たっていうところでね、もうそういうそのなんか そこへの思いがこうアニメ化するって非常に嬉しいなとも思いますけれどもね。うん、タイムリープしながら、まあ多分根幹はまあある種ここまでやっぱ一緒のところもあるのかなと思いますけどもね。まあ、非常にやっぱ楽しみだなと思ってますし。まあ、結構やっぱアニメオタの中では話題になってるかなっていうか、やっぱ有名作もなんか今出てきたね。カノンとか出てきたらすごかったね。なんか、おーと思いながらね。で、見てましたけれども。はい。まあ、すごいやっぱ、でもオタクはまず楽しめそうな感じもしてるし、まだまだ全然始まったばっかりですけどね。すでにちょっとなんかいろいろ考察できる要素もあったりして。まあ、すごいここから、まあ、1話、まあ、正直導入のね、1話ではありましたけれども、なんか作品の雰囲気としてはかなり良くてですね、まあ、やっぱ期待されてただけあるというか、まあ、僕は事前の期待値にびっくりしてたんですけどね、なんか面白そうな感じがしたんだけど、そんな期待されてんだぐらいの感じだったんですけど、PV 見ても改めて期待値高めてて。で、制作会社がシルバーってところでね、これ、僕弁やってたところじゃないですか。アルボアニメーションと共同制作してたところ、まあ、基本多分ね、なんか中受けとかやってんのかな。うん。制作協力の制作会社みたいなんですけれども、基本的には。その、僕弁以来の、まあ、今回は単独で、元受けでやってるっていうところで。
やってるみたいです。まあ、クオリティも全然問題なかったし、っていうところで。キャラも可愛かったですよね。はい。楽しみな作品始まったんじゃないかなと思うし。まあね、なんかゲームでタイムリープとか言って、なんとかのリメイクとかで、まあ、僕はブチ切れてしまった、ね、見て後悔したと、なんかやばい動画を上げるきっかけにもなってしまったね。2021で夏アニメを思い出しますけど、まあ、惨劇がね、まあ、さすがに起きないと思ってますけれども、うん。まあ、うまくこう、イメージをね、塗り替えてほしいなと思いましたね。まあ、ゲーム制作行ったら、まあ、こう、ひざつきさせていただいてますけど、僕の大好きな、サエカノとかもね、まあ、ありましたんでね。はい。というところでも、うまくね、16ビットセンセーション、まあ、盛り上がってくると、やっぱりよりね、まあ、今期のアニオタのやつも高まってくると思うし、まあ、こういうある種ダークホースみたいなね、タイトルが盛り上がってくると、まあ、すでに1本ね、紹介させていただいてますけれども、まあ、盛り上がってくるとよりね、まあ、面白い距離になってくるのかなっていうのはね、すごい思ってます。まあ、正直そのタイトルはもう今期そもそも強いですから、うん、強い中で100カナとかさ、今後イレギュラーなね、やばそうなアニメ始まるわけじゃないですか。うん、っていう意味でもやっぱラインナップとしてはかなりいいんですけれども、まあ、こういう16ビットとかね、こういうのが面白くなってくると。まあ、正直まだ全然わかんないです。面白くなりそうだなっていう感じの空気感っていう。まあ、1話はそれで面白かったですけれども、まあ、それよりもやっぱなんかすごいね、なんかすごい制作陣の愛が伝わってくるのがいいなとかさ、すごいいろいろ許可取り頑張ったんだなとかさ、そこが伝わってるのは僕はすごい好感が持てる、うん、ところ、あんま本質的な感想にはまだ繋がってないかな。結構その主人公とかもね、なんかすごいオタクなんですよ。オタクの美少女みたいな感じで。ですごい頑張ってる、主人公で。そこもまあ、いろいろ好感を持ってるところで。ひとまずすごい今後楽しみだなと思いましたけれどもね。まあ期待されてただけ間違いなくありましたし、楽しみにしてる人は全然これからね、また見に楽しみに、していただけたら、2話以降もどんな展開になっていくのか。まああれで予想つく部分もあればね、全然わかんない部分、未知数な部分 もちろんありますね。そこはすごい、楽しみに見ていきたいなと思ってます。はい。というところでね、期待の作品始まったよというところで、ネタバレの感想を以上としまして、ネタバレの感想を入っていきたいと思います。ネタバレにご注意ください。というところで、ネタバレの感想としては、ね、ネタバレにご注意くださいね。ネタバレの感想としては、まあ、タイムリープものっていうところで、なんか下着のなんか、レンジの話がなんか下着かみたいなちょっと一瞬思ったんだけれども、うん、っていう思いながら、見てましたけれども、まあすごいね、まあカノンとか紛れ事、まあすごい現代と、まあ、昔の感じを出しながら、まあ、カノン以外正直全然わかんないのも結構あった同級生でしたっけ。とかなって、まあ正直わかん、どうなんだろうね。まあでもね、実際にね、やっぱオタクで昔のめっちゃ詳しい子がいるんだよね。うん、っていう意味では、なんかある種のリアリティも保ちながら、かもしながら、まあ僕の世代も正直上田の世代、まあ僕1990年に生まれてないんでまだね。うん、っていう意味では、まあもっともっと40、50代ぐらいの人なのかな。待ってよ。1992年でしょ。だからその時に多分20歳ぐらいだから1970年って考えたら、まあでも60歳になっちゃうか。まあ60歳ぐらいだと一番当時っていうかね。多分だって10代ってまだ完全オタクって、まあ、20歳ぐらいだよね、マジのオタクとか。なんか全盛期年齢って多分大体。うん。とかまあもちろん30、40の人もいると思うけど、そこまでると、そうはね、あ、じゃあ、そうはね、だって、1992年の時に20歳ってことは72年生まれでしょ。今2023なんだから、50っすね、60か、やっぱり。ちょっとなんか、大事、なんかどうなのかなと思いますけどね。そこのなんか、当時の人にやっぱ刺さるとよりこういうので盛り上がると思うんですけど、まあでも、まあでもすごい楽しそう、面白そうですよね。すごい感覚としては面白そうなら間違いなくて。うん。っていうところで、うん、まあ、どうなんだろう、40、50ぐらい。50歳。そうですね。40、50ぐらいの人とかより空気感も楽しめるのかなって感じは、してますけれども。はい。っていうところで、まあ、かなり注目の作品始まったかなと思いますし、まあ、そこなんかある種本当にね、すごいなんか、いろんな作品実名でくるって珍しいんでね、そこもなんかいいなと思いながら、見てましたし、はい。まあ、コノハちゃんっていうね、まあ、なんか社長もきっといろいろあったんだろうなとかさ、きっと過去のなんかさ、タイムリープした後の、会社、まあ、社長の息子みたいな、あれがまあ今の社長なんじゃないかとかさ、最終的につながるんじゃないか、いろいろ考えられることはね、すごいすでにもう考察というか、まあ、結構多分すぐ予想できることだと思うんですけれども、思った中で、多分社長もね、まあ、その対策に時間、金かけてる時代じゃないんだよ、みたいなね、けど言ってましたよ。なんかなんか一つなんか、ね、かわいそうな、かわいそうとか大変な、かわいそうと言ったらあかんね、すいませんね。まあやっぱ、正直いろんなゲームありますよ、今も。でも、あえてなんか裏側があるのかなとかさ、本当はなんかもっと対策作りたいと思ってるのが、いろんななんか考えされるね、ところもあったんですけど、まあすごいなんか安価なね、なんとか制作費を抑えて、これしか作れないんだ、みたいなこと言ってました、社長もね。うん、っていう意味でなんかいろんな思いもあるのかなとか、そう考えると、でもなんか絶対ゲームなんて作るかって言った、息子とは違う部分もあって、まあいろいろね、まあそこがどうなっていくのかっていうのもあるし、うん、すごいここからすごい楽しみになりましたね。このまちゃん、その主人公に関してはひとまずね、まあ現代だと全然まあうまくいかないというか、オープニングじゃない、最初の説明でもね、大丈夫かってなりましたよね。
あの話の自分の考えでどんなゲーム作りたいんだっていう説明、まあ熱量がすごいあるのは分かってね、カノンもあのおばあちゃんにめちゃくちゃ話して、あのおばあちゃんがいきなり消えたのも謎ですよね。ちょっといきなり結構伏線割れて張ってきたのかなとは思ってますけれども、最終的にどうしよう、伏線回収して激感動みたいになっちゃったらそれはそれで嬉しいなと思いますけどね。おばあちゃんが消えた謎もそうだし、まああの社長、まあどうやって今の会社ができたのかとか、まあこれ絶対やると思うんでね、まあ、おばあちゃんの謎もなんか出てくるのかな、うん、っていうところで、うん、まあ、すごい楽しみだなと思いましたよね。おばあちゃんタイムリープのなんか鍵を握ってるのかいや、あのおばあちゃんがコノハなのかいや、それは違うなって分かんないって言ってたもんね、うん、じゃあ違うわ。はい、っていうところで、まあいろいろ考えながらね見ていきたいところもありますけど、ひとまずね、多分あの息子と多分ゲーム作っていく中で、まあ、主人公のこう力がこの1992年だとめちゃくちゃこの美少女ゲーム愛とかがこう発揮されていくのかなって、本当に作りたいものが作れるようになっていく。でもやっぱそんなうまくいかなくて壁にぶち当てっていうのが描かれていくんじゃないかなと思って、これ絶対面白いと思うんです、そういうところに関してはね。まあ、すごいやっぱ楽しみに見ていきたいし、まあ、もっともっとね、まあ、まだまだ導入の1話ってここから面白さが跳ね上がってくることに、期待したいなと思ってます。いいアニメね、始まったんじゃないかなという感じでございました。はい、古賀さんもね、さすが非常に良かったなというところで、あの声もなんかいい感じですね古賀ちゃんの声がなんかすごい良かったですね。なんかあのちょっとなんかオタク感が出る感じの声というか、うん、そこも古賀さん本当に演技うまいっすよね。こうもうかぐやさんもやって、こみさんもやってって、この元気主人公もやるっていう、なんか本当もう七色だなって改めて思いましたけれども、ね、そこも体感しながら、引き続き楽しみに、見ていきたいなと思います。はい、ということで、今回ね、16ビット先生賞アナザーレイヤーの正直知る感想は以上となります。ご視聴ありがとうございました。で、ぜひね、見られたら、ね、感想なんかもどんどんコメントお待ちしてます。またね、こちらね、かなり面白くないですが、感想動画も上げるかもしれませんし、まあ、今日ね、すでにまだ動画も上げてますので、今後ともね、どんどん上げていきますんで、ぜひこれ気に入りチャンネル登録、高評価もしてください。嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としてます。最後までご視聴ありがとうございました。